こんにちは、ブラックパレードの良平です。さあ本日はですね BP ニュースということで BP パフォーマンスパーツの新しいアイテムをご紹介していきたいと思います。はい、というわけでですね、まあいろいろ BP パフォーマンスパーツもですねパーツの開発引き続き、やっているんですけども、まだね大きくリリースできるものが少ないんですけれども、その中でですねまあ結構要望もあった、X350 用のデカールキットをリリースいたします。はい、そんな感じでですね、まあ無事ですね X350 の方は大会松さんの方で売却となってですね、実際僕は今手元に車両はない状態なんですけれども、その後もですねサイレンサースリッポンマフラーの、オーダーは、ありがたいことにたくさん入っておりまして、次回入荷が一応8月の上旬という形になるんですけれども、その分もですねもうすでに残り3本となっておりますので、ちょっと悩んでいる方はですねその3本のうちにオーダーいただくと、8月の上旬から中旬ですね、遅くてもには、発送の方できますので、よければ、オーダー入れてください。で今現状だとその次のオーダー分は今オーバーさんの方にはオーダー入れてないので、もしそれが完売してしまうとおそらくもう多分10月とかに多分なってきてしまうと思いますので、まだ今のところね、JMC で対応しているスリッポンマフラーっていうのはないと思いますので、よければぜひ、ご注文いただきたいなと思います。はい、で今回、リリースするデカールキットなんですけれども、こちらですね、僕の X350 につけてたデカールと、一見同じように見えるんですが、実はですねあの車両についてたデカールはですねここのタギングがですねハーレーダビッドソンになってたんですよ。どうしてもですね商標権の問題だったりとか、商標登録してありますので、ハーレーダビッドソンというのはどうしてもですね入れれません。はい、なので、あれに関してはあの車両にね貼り付けるために作ったものなので、グレーゾーンじゃグレーゾーンなのかもしれませんけれども、どうしてもね単体として販売する場合はですねハーレードビットソンという、名称は入れれませんので、そこをですねブラックパレードに変更したものを発売させていただきます。基本的なデザインはですねこちらの車両ですねと同じになりますので、取り付いた感じは基本的には同じになるんですけれども、この文字だけが、ハーレードビットソンなのかブラックパレードなのかの違いという形になりますので、それだけねご理解いただきたいなと思います。これもですねオフ車とかのデカールを作ってらっしゃる、ところにですねお願いして、日本国内で作っておりますので、非常にクオリティもいいですし、空気とかも抜けやすい素材になってますので、貼るときはですねそんなに難しく、ないかなと思います。で、注意点なんですけども、特にこのタンクの方ね、ちょっとサイズが大きいので貼るときはですねここ真ん中にですね先に取れる部分がありますので、ここをまず剥がしていただいて真ん中からこう左右にですねこう空気を抜いていくというような形にしてください。片側から貼るとどうしてもちょっと抜けなくなってしまうので、このデカールに関してはですねスキージー使ったりとか水切り拭きしたりとかそういうのは必要なくてですね手でできるだけ空気抜けるようなものになってますので、ちょっと難しいは難しいんですけれども、良ければですね皆さん一度やっていただきたいなと思います。で後ろの方ですね、テールカウルの方は純正のものより長いデザインになってますので、ちょっとまた雰囲気も変わるんじゃないかなと思いますので、良ければこちらチェックいただきたいなと思います。で今回はですねちょっとX350 の商品なので、どれぐらい需要があるかもちょっと、未知数であったので、そんなに数は、用意していませんが、例えばですねこれが売り切れてちょっとまだご要望があれば、また例えば違うデザインで出したりとか、もしくは同じデザインで再販するかもしれませんし、ちょっとそのあたりはですね350の売れ行きとかそのあたりにもよって変わってくるのかなと思いますので、ちょっととりあえずは様子見で数セットだけ用意しましたので、こちらがですね7月の13日土曜日のお昼12時から BP パフォーマンスパーツのサイト、もしくはですね各ディーラーさん、 BP パフォーマンスパーツの取扱いディーラーさんの方でもご購入いただけますので、よければですねそちらからご注文いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。またおそらくですね来月とかには BP パフォーマンスパーツの新商品のご案内などできるかなと思いますので、引き続きぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。